こんにちは、スリーです。今回は、あなたがもしテニスは難しいと感じているのなら、の記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。テニスって難しいスポーツだと言われています。なぜなら、ラケットは使えるようにならないといけないし、さらに飛んでくるボールを相手コートに収めなければならないからです。一言で表現すると、やらないといけないことが多いんですね。まあ、実際そのことでお困りの方から質問いただいているのでご覧ください。 あやさんからですね、スマッシュを SD さんの動画を購入してから練習していますが、その時はできるのですが、1週間ほど経つと、また安定感がなく,なくアウトしたりネットします。試合でもうまくできるときとミスが多いときがあります。どのようにしていくと良いでしょうか。よろしくお願いします。ということでした。それに対して私の回答ですが、スマッシュについてですね、 基本的なスマッシュの打ち方に関してはビクトリースマッシュ動画でお伝えしていることを実践してください。あとは、えー、うまくできたとき、できなかったときの比率を変えていく練習を行っていきましょう。例えば、いざ本番でスマッシュを打つと、成功率が4対6だったとします。ということは、40%は成功するけど、60%失敗してしまうという確率です。でも、それだとスマッシュを打てているとは言えないので、その比率を6対4にするにはどうすればいいのかを考えるのです。 もう少しスイング速度を遅くしたり、打点を前にしたり、いろいろ工夫をします。そうすることによって、6対4になったらね、今度は7対3、8対2、9対1と、まあ、こんな感じで成功確率を徐々に高めていくんですね。そこで得た自分なりの感覚を意識して、動画で学んだ正しい体の使い方で打てば、使えるスマッシュが実現できます。 特に緊張する試合などでは、相手は嫌なところにロビングを上げてくるので、えー、確率重視でスマッシュを打ってくださいということでした。まあ、私のね、えー、テニス上達法動画では、テーマのショットが打てるように作られてるんですね。まあ、ストロークにしろ、ボレーにしろ、スマッシュにしろ、サーブにしろ、レシーブにしろ、他にもいろんなショットの上達法があるので、まあ、もし自分に必要と感じるものがあるのなら、こちら一覧から見てください。ただ、 <laughs> できるだけ打てるようになっても、同じボールが飛んでくるっていうことはね、ありえないんですよね。だから、あとは自分で調整する必要があります。力加減やスイング速度の調整は自分自身で意識しなければならないんですね。もう当然、その時のね、えー、天候、要は風とかにもよりますしで、その時の体調にもよりますし、相手の打ってくるボールにもよるんで、打てるっていうのとコートに収めるっていうのはまだちょっと変わってくるんですね。 考え方が。だからね、例えば、思いのほか相手ボールが深かったり速かったりして、打点が詰まったとします。なのに、いつもと同じようなスイング速度でボールを打ったら、面が上を向いてアウトするんですね。反対に相手ボールがかなり遅かったら、待ちきれずに、ね、スイングしがちなんです。そうなると、打点が前になりすぎて、面が下を向いてネットしたりします。こういう面向きは、もはやもう打ち方ではなくて、ボールとの距離感や準備に入るタイミングの問題なんですね。 だから、どれだけ動画レッスンで技術を習得したとしても、別で、ねまあ、調整というものを、ね、意識しなければならないんですね。でも、打ち方がわからない状態で距離感やタイミングを測るという難しい状態ではないので、意識すれば簡単にできるんですね。要は動画などで、ね、もう打ち方を学んじゃえば、あとはコードに収める調整だけ意識すればいいんですよね。 でもね、テニスっていうのは、やはりあのサービス以外は飛んでくるボールを打ち返すね、えー、難しいスポーツなのであの、やることがいっぱいね、先最初冒頭で見ましたけど、あるんですよね。だから自分が打てるようになる。プラス、コートに収めるとかね。そうやってやることいっぱい考えちゃうと、もう、それこそね、えー、実際にね、コートに収めるなんて難しいのでね。まあ、あの、もしあなたがね、そういうことでテニスは難しいと感じているならば、 早いところは私のテニス上達法動画で打ち方を習得し、あとはボールとの距離感やタイミングを測るだけの段階に持っていってください。まあ、こうやってやることをね、だん,だんだんだん減らしていくっていうのが上達のことなんで、打ち方も意識しないといけないし、で、収め、ショットを、ね、コートに収めるっていうこともやらないといけないし、でもこの打ち方が合ってるかどうかは分かんないし、っていうふうにね、やっぱ課題が増えていけば浮くほど難しいんですよね。 一つずつね、えー、課題を解決することがね、一番の上達法なので、まあそういうことを踏まえてね、練習してください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。